カリン・バルツァーは旧東ドイツの陸上競技選手、ザクセンアンハルト州マクデブルク出身、1960年代を代表する女性ハードラーで、1964年東京オリンピック80メートルハードルの金メダリストである。バルツァーは結婚する前はカリン・リヒエルトといい若い頃から陸上競技のいろいろな種目に取り組んでいたが、80メートルハードルが 自分にとって最も適性があると分かり、この種目に取り組んでいくこととなる。1960年にはローマオリンピックの代表に選ばれるが、惜しくも決勝進出はならなかった。翌年、元棒高飛び選手のカール・ハインツ・バルツァーと結婚した、彼女は短期間ではあるが東ドイツから逃亡を企てた。しかし、数週間後には帰国した。その後彼女は、 1962年のヨーロッパ選手権の80メートルハードルで優勝。1964年には五種競技で行われた80メートルハードルにおいて世界大記録をマークした。ただし、五種競技としての記録はさほどのものではなく、これ以後大きな大会では五種競技に出場していない。同年の東京オリンピックでは、80メートルハードルの決勝では、 ポーランドのテレサ・チェプラ、オーストラリアのパムキル・ボーンと同タイムの大接戦の末金メダルを獲得する。電気刑事では3位まで100分の2秒差に入る激戦であった。1966年ワルツァーはヨーロッパ選手権で2連覇を果たす。しかし、1968年メキシコシティオリンピックでは優勝したオーストラリアのモーリン・ケアードから0秒3遅れの5位という、 結果に終わる。1969年からは80メートルハードルは100メートルハードルと距離を伸ばされたが、この年に13秒3の世界新記録を樹立。9月のヨーロッパ選手権の100メートルハードルでは優勝し、80メートルハードルの時代から3連覇を達成。さらに1971年のヨーロッパ選手権でも優勝し4連覇を達成した。 1972年ミュンヘンオリンピックに4大会連続となるオリンピック出場を果たす。オリンピックの直前に長男が事故に遭遇。昏睡状態に陥り、100メートルハードルの決勝の直前に息子はこの世を去ってしまう。このことを夫は彼女に知らせず、バルツァーは2大会ぶりとなるメダルである銅メダルを獲得した。 バルツァーの次男であるホークバルツァーもまたハードル競技の選手であり、1998年のヨーロッパ選手権の110メートルハードルで2位となっている。2019年12月17日、病気のために死去。81歳没。ありがとうございます。